はい、中年オタッキーです。今日はね、先週っていうかこの間の日曜日か、予告した通り、このカメラを使いまして、これね、あのジャンク、200円だったっけ、200円で購入した、500円だったっけ、分からなかったアルファネックス6なんですけどね、これにオールドレンズの、FD24mmF2.8 の SSC、をつけて、光のある、ね、写真、というね、あの光を使えっていうね、あの動画、ちょっと技術的なお話になっていきますけど、写真の技術のお話になっていきます。それでは動画スタートしていきます。はい、写真ね、印象的な写真を撮るためにはね、いろんな、まあ、ファクターがあると思うんですね。当然構図もそうですし、光と影、色彩、シャッターチャンス、被写体の距離と絞りの関係などなど、いろんなファクターがあると思うんですけども、とりあえずね、今ちょっと写真流しますけど、これ結構ね、強い光、がある場所でね、なんですか、片田舎のパーキングで適当に撮った写真なんですけどもね、なんていうんですか、光がね、強い光とか、まあ、柔らかい光とかもいろいろあるんですけど、今日の場合はちょっと強い光と光がない状態、の説明をしていくんですけど、どう影響していくのかっていうのですね、なんで光が必要なのか、説明していきます。ちょっと白い紙ありますけどね、例えばね、ちょっと絵下手なんですけど、まあ円柱があったとします。これ円柱と見てくださいね。これ一個じゃもう立体感なんかまるでないですよね。これにね、線を一本引いたら、あ、地面ができた、ちょっと立体感が出ましたよね。はい、影がつきました。ぐっと立体感が増すと思います。これなんかテレビ版のエヴァンゲリオンの最終回のみたいな、不自由をやろうとかそういうシーンちょっと似てますけどこんな感じでね、影があった方が立体感が出るんです。まあ今からちょっと作例をね、紹介していきますけど、ちょっと1枚目2枚目だけはそのカラー写真で、光が当たった方が色がよく出るっていうのを表現したかったんですけど、これちょっとイマイチだったんですけどね。3枚目以降はね、ほぼ同じ構図で光がある状態とない状態を、出してます。これ見ればわかるんですけどもね、光と影があった方が立体的に見えるんですね。光を使えって言うんですけど、まあ、簡単に言えばね、光を使えというよりは、影が出る状況を、で、写真を撮った方がね、立体的に見えるんですね。結局、写真っていうのはね、二次元的なもので、どうしても平面になるんですけど、平面であるものを、より立体的に見せるためには、影が必要になってくるわけなんですよ。で、太陽が出てない状態、特にね、もう完全に曇っている状態っていうのは、もう影ができませんから、立体的な写真なんか撮りようがないんですね。で、いい写真を撮りたい、簡単にいい写真を撮ると思ったらね、朝夕のね、太陽が傾いてる状況でね、影が長くなるような時に撮ると結構簡単にその立体的な写真が撮れるわけなんですね。光の使い方、光の使い方が上手ですねとかいうコメントをね、視聴者様の写真のね、紹介の時間で、よくやるんですけども、光がない、僕はね、その、写真を、この仕事をね、しながら、トラックで走りながらですね、これいいなっていう時は、だいたい夕方で太陽が出てる時間です。やっぱ太陽が出てる時の方が、
あの印象的な写真は撮りやすいです。で、曇ってる時それはね、一概に全部とは言えないんですけども、やっぱ曇ってる時にね、適当な物撮りをするっていうのは、特にフィルム写真の場合だとフィルムもったいないって話にもなってきますんで、ちょっと考えて撮った方がいいと思います。で、光、太陽の光とは限りません。まあ例えばね、今ちょっとパッと出してますけど、夜のね、街灯の下とか、まあ自動販売機の光とか、ヘッドライトとかでもいいんですけど、光と影ができればね、結構何でもいいです。立体感が、生まれる写真っていうのはやっぱりちょっと印象的になってきます。あとは構図とか被写体の強さ、まあ撮影者の個性の、まあいろいろそのことになってくるんですね。いい写真ができるかどうかっていうのは、僕はそんな風に考えてます。まあ違うよっていう人もしかしたらいるかもしれないですけど、やっぱ光、がある状況でね、写真を撮った方がね、絶対にいいと思います。今日のね、技術的な話は、こんな感じになっていくんですけどもね、ちょっと簡単なんですけど、絞りの話もね、今日しようかなと思ったんですけど、また次の機会にしようかな、絞りの話。初心者っていうか、写真を初めてしばらく、した人はね、大体ね、開放で撮りたがるんですね。仲良くさせてもらってるね、中田師匠、フォトライブの中田さんね。中田さんの写真見るとね、開放絞りの写真ほとんど彼撮ってないと思いますね。多分ほとんど絞ってるんじゃないかな。まあなんでそういう絞り、を絞って撮る方が、最終的にはね、その中田さんプロですからね、そのプロカメラマンがね、絞った写真ばっかり撮るのはなぜなのかっていうのをね、そのうち説明していこうと思います。まあもちろん開ける時もあるでしょうけど今日の技術的なお話はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。ここから先は、視聴者様の、写真の紹介の時間になってまいります。はい、視聴者様のね、作品紹介なんですけどね、今日はね、師匠が参戦しますよ。その先ほど、紹介しました、中田師匠が参戦します。またすごい写真持ってきてますんでね、とりあえず一番最初はね、サファイアさんの作品の紹介いきます。カメラがね、オリンパス OM4TI 高いの買いましたね。50mmF1.8、コダックカラープラス200が1枚目、28mm の F3.5 が2枚目ですね。これ1枚目、自転車と光、強い光の下でね、自転車のこれフレームですか、撮っておられますけど、なかなか強烈な印象の写真になってますね。2枚目は富士山が遠景に写る写真ですけど、ちょっとこれなんか左上が蹴られてるのか、それとも周辺光量落ちかな。まあ光が足りない時間なんで、結構開放絞りに近かったんでしょうけど、ね、絞りがね、開くとね、周辺光量が落ちることが多いといえば多いんですけど、まあ時間的にしょうがないかな。三脚立てて長時間録音っていう状況ではなかったのかもしれないですね。はい、サワヤさん、ありがとうございます。次が、ドリームロコモーティブさんか。ドリームロコモーティブさんの、作品紹介。写真、カメラがヤシカ FX3 スーパー2000。レンズがね、コンタックスのカールツアイスバリオズナ T2870F3.5 から 4.5mmJ。これが1枚目。フィルムロモグラフィー、レディグレー400。2枚目がヤシカ FX3 スーパー2000は変わらず。レンズ、コンタックスカールツアイスプラナー T50mmF1.7AJ。ロモグラフィーのレディグレー400です。なかなかね、その金属マニアに、受けそうなね、この金属の光沢、カールツアイスのね、バリオゾナー
素晴らしい解像度で撮っておりますね。2枚目のプラナの写真もね、これものすごい改造してますね。さすがですね、プラナ。僕使ったことはないんですけど、こういう写真見るとね、一回使ってみたくなります。ロモのフィルムってね、僕使ったことないんですけど、カラーはねちょっと眠たい感じに撮れるようなイメージがあるんですけど、これは結構ね、まあ快調豊かに撮れてるといえば快調豊かに撮れてますね。舶来フィルムにしてはちょっと珍しい、そこまでハイコントラスティじゃない、快調豊かに撮れていると思います。はい、ドリームロコモーティブさん、ありがとうございました。次の作品がね、夢旅人さん2枚。カメラがパナソニック DMC-GF1。どちらもそうですね。結構ね、絞って撮っておられますね。こうメカメカしいね、ものはね、やっぱね、絞って撮るのいいですね。これもうバリバリの改造でね、いい感じで撮れております。よくね、しっかり絞ってね、いい写真になってますね。夢旅人さん。まだね、戦闘機マニアのこれ零式艦船です。零式艦船の21型ですね。かなり私戦闘機マニアで大好きな、写真になりますね。夢旅人さん、ありがとうございます。次がね、一都市級さんの写真、作品2枚。どちらもね、オリンパス OM30、随行オート S50mmF1.8、ネオパンアクロス2で撮影しておりますね。アクロス2のね、写真ぼちぼち出てきましたけど、これ、どのぐらいの絞り、結構絞り開けて撮ってるのかな。その割にはね、葉っぱの改造とかもね、よく出てますね。やはり、若干ハイコントラストにも見えますけど、そこまでね、アクロス、旧アクロスと変わったようには見えませんね。結構いい味付けなのかもしれないですね、アクロス2。はい、一都市級さん、ありがとうございました。はい、次の作品が、ひまねこさんだったんかな。ちょっと待ってくださいね。ひまねこ屋さんか。ひまねこ屋さんの作品。2枚。カメラがね、パナソニックの FZ10。これね、2003年発売、400万画素、36mm から 432mm というね、F2.8 同士の高倍率ズームですけど、高倍率ズームのね、能力をね、うまく活かした写真になってますね。コンデジなのにしっかり背景ボケが出てますし、なかなか改造してますね、これね。やっぱちょっと、なんて言うんですか、色調の会長ですか、会長がちょっと雑にも見えないこともないですけど、もうこれ十分な性能だと思いますね。400万画素のコンデジで、まだまだ現役、まあね、2011年6月の撮影、まだやや不調ですが、まだ使えますということですけどね。はい、コンデジでね、ここまでの古いコンデジでここまでの写真撮れるということでね、またね、古いコンデジ入手したらね、いろいろ、作品出していこうとは思いますけど、はい、ひまねこ屋さん、ありがとうございました。次がね、三遊亭ラクテックさんですね。2枚。カメラトプコン 35S。フィルムがね、富士のね、カラーネが記録用100ということです。これ、1枚目は特にそうなんですけど、ちょっとスクエアになってるのは、インスタかなんかにように加工したのかな。飲み屋街のね、赤ちょうちんとかね、これ、トプコンね、のカメラ、以前、和高さんの写真、作品を紹介した時も言いましたけど、これなかなかいい色が出ますね。富士の記録用のね、カラーネガっていうのは、何ですか、また忘れた。色がそこまで出ない、なんだっけ、忘れちゃったよ。まあ、色がそこまで出ないね、フィルムなんですけどね。これ、綺麗にね、赤色が出て、いい感じになっておりますね。はい、三遊亭ラクテックさん、ありがとうございました。次がね、369モノクロームさんの作品2枚。オリンパスミュー2で撮ってますね。オリンパスミュー2ね。
僕も持ってることは思うんですけど、僕調子悪くてね、これ1本フィルム撮ったんですけど全然ダメだったんですけどね、オリンパスミュウツーね、あのマニアの方にはね、あのなかなかのね、あの人気があるカメラでね、あの感動品はなかなか相場も高いものになってますけど、ちょっと脱線しましたけど、素晴らしくね、あの解像度が高い、写真2枚の写真になってます。で、これ多分これプリントしたのかな、プリントしたのをスキャナーしたのかな、ちょっと枠が出てますよね。ダイレクトプリントで綺麗なプリントになってるのかなこれ。でタイトル、タイトルをね、あのつけるのをね、あの努力目標ということで先週言いましたけど、タイトルお願いしますということで、タイトルが思いつかない、ズバリタイトルつけましょう。一コマ目はね、お年寄りの昼下がりとか、昼下がりのひとときとか、そんな感じですかね。で、二コマ目は、パレードを待つ人たちかな。パレードを待つ隊列かな。まあ、そんな感じのタイトルになるんじゃないかな。ちょっと深くは考えないんですけど、そんなタイトルでいいと思いますよ。タイトルが思いつかない。タイトルをね、決めて写真を撮るっていうのもいいですけど、後からタイトルをね、上手につけるっていうのもある意味のテクニックになります。はい、369モノクロームさん、ありがとうございます。次ね、ジンさんの作品2枚。2枚とも同じ構図、同じ被写体で、なんとね、イルフォードとね、アクロス2のね、取り比べをしていただきました。1枚目がね、カメラはね、どちらも、ニッコンのニュー FM2、ニッコール 50mm F1.2 で撮影されております。1枚目がイルフォード HP5 か、ISO 400。2枚目が、富士フィルムのね、アクロス2、撮られてますけども、この2枚をね、見れば、はっきりわかりますね。やっぱイルフォードのねフィルムはかなりのハイコントラストになってますね。ただね、HP5 っていうのがちょっとだけ残念でしたね。デルタ100で撮ったら、線が太く出るっていうことですけども、多分ね、あの ISO400 なんで粒子が大きいんでね、太く映っちゃうんじゃないかなとは思いますけどね。これデルタ100と比べてみたいですね。アクロス2どんな感じなのか。これ結構絞ってるのかな。素晴らしい解像になってますね。はい、ジンさんね、ありがとうございました。これ貴重ですね。はい、で、次がいよいよね、中田師匠の登場です。フォトライブ中田さんの、作品。カメラがね、キャノン 4SB。レンズが、ライカのね、ニッケルショートエルマ 50mm F3.5L というね、あの豪華な、組み合わせで撮っておりますが、この写真ね、すごいですね。光待ち、太陽待ちということで、太陽がはっきり出なかった残念な作品という、あの、本人の弁なんですけどね、これ十分ですね、柔らかい光をね、受けたね、山岳。タイトルが、なんだったっけ、冬将軍を待つ山々だったかな。いっぱい喋ったから出てこねえや。作品、タイトル。あれ？あ、冬将軍待ちわびる山々です。すいません。これね、何が効いてるかって言ったらね、柔らかい光がね、山頂付近に当たった一部分に適正露出が来てるんですね。で、山麓の部分はほぼアンダーに仕上げてるんですよね。このね、柔らかい光が当たってる山頂部分と山麓の部分のアンダーでね、立体感を出してるんですね。で、よく絞ってね、またレンズもいいんでしょうけど、当然、素晴らしい解像でね、撮られておりますね。これ、旧アクロスということですね。はい、師匠ありがとうございます。素晴らしい写真ですね。柔らかい光でもね、この子使えばここまでね、いい写真が撮れるんだなっていうね、お手本みたいな写真になります。すごいですね、やっぱプロは。はい、今日のね動画はねこんな感じになっていきます。で、次の動画なんですけども、次の動画はね、カメラ紹介になってまいります。こいついきますよ。これペトリ、コンピューター35、レンジファインダーカメラですね。これね、今回は珍しくカラーフィルムで撮りました。家族旅行とかに持っていこうと思って、ついでに撮りながら、
ペトリのねレンズの端っこもねちょっと興味があったんで、カラーフィルムで撮ってまいりましたんで、まあ交互期待ということで、今週アップできるかどうかちょっとわからないですけども、やっていこうと思います。はい、じゃあ次のね、動画までしばらくお待ちください。この辺にねチャンネル登録ボタン出てきますんで、まだチャンネル登録されてない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。でまたあのリンク出てきますんでね、暇な方はねお付き合いくださいませ。はい、それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。まあ、次の動画まで、ごきげんよう、さよなら。